次に梅谷守君。梅谷君。立憲民主党の梅谷守です。まずはこの度の質問に臨ませていただくにあたり、農水省をはじめとする多くの官僚の皆さんから大変なご苦労、またご協力いただきましたことを心から感謝申し上げます。いわゆるこの緑の食料システム法案に対しては、2050年を目途に我が国における持続的な食料生産システムの構築に向けて、革新的な技術開発とその社会実装の方向性と目標を示す、その意義は私は認めております。しかしながら、緑法案、いわゆる緑法案が目指す方向性と、これまでの農政の方向性とは大きく異なるわけでして、例えば農薬肥料については、今まではちゃんと使わなければちゃんとした農作物は取れないよとか、農薬は使い方を誤らなければ安全だと言ってきた。だから現場の普及員や JA の皆さんなどは方々は使ってきた。ここに緑戦略が突然出てきたものだから、観光栽培を推進してきた方々にとっては戸惑いは容易に想像できるわけです。にもかかわらず、昨年の戦略のこの中間取りまとめのパブコメを、概要ですけれども、私も全部拝見いたしました。この中にはいわゆる私が現場でいただいているような声があまり載ってなくて、それほどの戸惑いとか反発とか、そういった表現があまりない。だからちょっとまずお尋ねしたいんですが、この戦略および法案の策定にあたって、現場の懸念だったり問題意識をどれだけ把握して、そしてそれをどう受け止めているのか、お尋ねをしたいと思います。青山技術総括審議官。お答えいたします。緑の食料システム戦略の策定にあたりましては、令和2年の10月から生産者や食品事業者等の幅広い関係者と意見交換を実施するなど検討を進めてきたところでございます。この戦略というのは、これまでにない新しい政策方針でございまして、実現に向けては関係者の理解と共同の上で段階的に取り組みを進めていただくことが重要であるということで、戦略策定後も全国各地で本戦略の理念や目指す姿につきまして、生産者、事業者、消費者などと意見交換を行ってきているところでございます。梅谷守君。これから私がいただいている、受け止めている声を表明させていただくのは、その前に指摘な、あくまでも指摘なんですが、そもそもこのパブコメの期間が3月の30日から4月の12日と、13日間において行われました。ただ本来、これもご案内のとおり、原則としてこういった意見の募集は公示日から期間して30日以上とされているわけですから、特にこれだけの大きな法案になるわけでして、そういう意味で、その後に意見交換をしっかりとやってますよということなんでしょうけれども、やはりこのパブコメは原則をしっかり今後守られる必要があるのかなと、意識されるべきかなと思いますので、指摘にとどめさせていただきます。私が現場からいただいている声、確かに今ほどのご答弁だと、一昨年の10月からこの検討を進めて、ここまで来たと。で、ただこれまでそれ以外に伏線などが現場にもたらされていえば、まだしも現場は寝耳に水だった方ばかりなんじゃないかなと思ってます。事実、私の知る限り、こんな声が現場から上がってます。新型コロナウイルスによる所得の低下がある中で、高価な有機農産物の需要は高いのか、疑問の声。有機農産物の市場は微妙なバランスで成り立っていて、供給過多による価格の暴落につながるようなことはやめてほしい。環境直接支払いのさらなる拡充等の措置で、安価で有機農産物を提供できるようになればいい。農水省の言う有機農業の技術が確立しているというのは、甘すぎて現実とかけ離れているのではないか。最初の2、3年は雑草も少なく、栽培管理も楽に行えるが、10年くらいになったところは雑草の種類も変わり、大変になることを理解しているのか。有機を進めるにあたっては、市町村が主役で、手上げ方式でまとめることになっているけれども、話がまとまるんでしょうか。あとは大規模化を進めてきて、人数も減らしてきた。そんな中で手間の増える有機は、家族経営には対応しきれない。法人化していれば、あるいは面積を集めようとしているところでは、助けになるかもしれないけれども、
家族経営では新しく人を雇うなどがどうしても必要になる、まあ、こういう突き詰めれば手間やコストがしっかりととてもかかるということなんですが、こういう有機、まずそこでお尋ねしたいんですが、有機農業については現場からこういったコストの削減と大規模経営を進めてきた農家の手間がかかり、観光に比べて3から4倍かかると耳にしてますが、有機農業への転換でどれだけコストが増え労力が増えると受け止めているのか、収量がどれだけ下がり所得が下がると計算しているのか、戦略の前提となる事実確認をお尋ねします。枚方農産局長。お答えいたします。委員ご指摘のとおり、有機農業は化学農薬ですとか化学肥料を用いないことから、一般的には除草作業等に伴いコストが増える一方、農作物の単種は減少いたします。これらの程度は栽培品目や農業者の技術力により差がありますが、例えば農研機構による水稲の有機栽培と通常栽培との比較研究の事例では、物材費は 1.06 倍、労働時間は 1.36 倍増加する一方で、収量は1割程度減少すること等により、通常栽培よりも 10R あたりで 15%、 60キロあたりで約 30% のコスト増というふうになっております。一方で有機栽培米の販売価格なんですが、全国の農業者6名から聞き取りをしたところ、これ事例なんですけれども、60キロあたりの販売価格は2万円から3万6000円、平均では2万7500円となっております。これは令和3年3米の通常栽培米の相対取引価格1万2944円と比べて価格差が2倍以上というふうになっておりまして、販売価格が増加することで所得が向上する可能性があるというふうに考えております。梅谷守君。丁寧なご答弁ありがとうございます。その上でこの政府が用意されている支援策があると思います。例えば10R あたり1万2000円だったり、また勉強会や講習会を開くにあたっての支援、ほか経営指導者、指導員、こういった方々の育成に向けた補助と、などなどがご用意されていると思うんですが、こういう政府の現在用意している支援は、今ほど申し上げた現場の声、例えば家族経営で観光農業をしてきた農家が安心して有機農業に転換するのに十分と言えるものなんでしょうか。見解をお尋ねします。枚方農産局長。お答えいたします。有機農業の取り組み拡大には、まあ、より多くの農業者に有機農業に取り組んでいただくことが重要と考えております。このため委員おっしゃったとおり、農林水産省では環境保全型農業の直接支払い交付金によりまして、有機農業に取り組む場合のかかり増し経費を支援するとともに、有機農業推進総合対策事業によりまして、新たに有機農業に取り組む農業者が技術習得を行う場合の経費ですとか、有機農業の指導員による指導技術指導の実施等を支援してきております。特に、令和3年の補正からですね、新たに市町村が主体となって、まあ、学校給食における有機農産物の活用など、まあ、生産から消費まで一貫した有機農業の拡大を支援し、モデル的な産地の創出に努めることとしております。今おっしゃられた家族経営なんですけれども、やはり一個の方がですね、有機農業をやるとしても、なかなか実は販売する場所というのは難しくございます。そのためにですね、一個一個の農家が小さくてもですね、やはり産地としてまとまっていただくと、で特に市町村中心にですね、例えば学校給食まで届けるために、まあ、数個の農家が固まってですね、作っていただくような、まあ、そういうような産地としての取り組みということを進めておりまして、まあ、小さい経営の方でもですね、これに参加していただくということが大変重要だと思っておりまして、そういったことを促していきたいと考えております。梅谷守君。ありがとうございます。小さい方々、農家の方々に対しても配慮をしているとされているということで、まあ、ただ一方でこの今ほども申し上げましたが、大規模になればなるほど有機は管理が難しくなるので、有機農業はなかなか手出しづらいよねという声も実はいただいています。この有機を推し進めるならシステム化して、今の人数で回るならウェルカムだけども、手間がかかる、こんなにかかるならこのままでは大規模には不向きでないかという声も実は現場からはいただいています。その上で補助制度とか勉強会への支援だけでは弱い、仕事で生み出されるお金がどれだけなのかわからない、人を雇って回せるかとなると難しい、まあ、そういったいろいろな声がいただいています。まあ、ここで大臣にお尋ねしたいんですが、このような現場の切実な声に
政治がしっかりと寄り添って答えていくことが戦略目標の達成につながるに違いないと思っています。先ほど冒頭の大臣がしっかりと現場の声に寄り添って対応していきたいという力強いご答弁されておりました。それを踏まえて今後支援をさらに広げていく必要性について所見をお伺いしたいと思います。金子農林水産大臣。有機農業は生物多様性の増進など環境善に寄与することで持続性や付加価値の高い農業の実現に貢献するとともに、海外依存度が高い化学肥料を使用しないため、国際情勢に左右されにくく農業生産体制の確立にも資するものであり、全国の多くの農業者や産地に取り組んでいただきたいと考えております。これからの時代を考えますとですね、有機農業は非常に大事だと思っており、農林水産省といたしましても緑の食料システム戦略におきまして、有機農業の取り組む面積を2050年までに100万ヘクタールに拡大するという高い目標を掲げ、先ほど農産局長から説明した支援策を講じながらその実現に向け全力で取り組んでまいります。一気にというのはもう難しいと思います。で、2030年まで6万ヘクタールでしたかね、一つの目標を掲げてですね、徐々に少しずつ慣れていって、最終的には2050年に100万ヘクタールということに考えているわけでございまして、これも社会の流れの中でね、有機農業っていうのはもう必要であり、やらなきゃいけないということはもう今よくご存知のとおりだと思います。したがってこういった中で、こういうきっかけ、緑の法案を作ってですね、そしてこういう姿勢で農林水産省と国としてはやるんだということをお示しして、そして皆さん方のご意見を十分に聞きながら、そしてこうソフト的にこうソフトランニングしながら、少しずつね、目標に向かって努力していく。その間必要なものについては我々としても支援をしていく、そういった考え方でこれから取り組んでいきたいというふうに思っております。委員長。梅谷守君。大臣ありがとうございます。必要なものに対しては方向性を目指しながら支援をしていきたいと、何が必要かはやはり現場にあると私は思ってますので、その意味で自分で私ごとで恐縮ですけども、そういう時には現場にも何度も行かれているとは思いますけれども、例えば私は高取先生の地元である上越市とか妙高市とか糸魚川市、十日町、そして津南町、ここにもぜひお越しをいただくなどして現場に触れていただいて、そこに何が必要なのか、そこをまたしっかり受け止めていただきますようお願いを申し上げます。この法案は戦略は4つの数値目標、これ極めて意欲的だと思います。でこれらの数字が丁寧に積み上げられた形跡があるのかといえば、私はないかなというふうに思っております。で昨年の1月に突然出てきてから4ヶ月ぐらいです。先ほど緑川先生もお話をされてみれば、ここは省きますけれども、いずれにしてもこの4つの数値目標というのは EU のものを借りただけという指摘もあるわけなんです。でその上でこんな声も、こんな報道もあるんですね。政府が環境対応を急ぐ背景には先行する欧米の存在がある。EU は化学農薬の半減や有機農業の拡大を打ち出し、米国も食品廃棄物の半減を目指すなど、日本が遅れを取れば今後の国際基準作りを欧米が主導することになり、農産物輸出に不利になりかねないと、産業構造の転換に乗り遅れることも懸念といった指摘する声もあるんです。でそこでお尋ねしますが、この考えをもとに今回の農政の大転換を行ったという理解でよろしいんでしょうか。青山技術総括審議官。お答えいたします。 SDGs や環境を重視する国内外の動きが加速しており、委員もご指摘いただきましたけれども、 EU が2020年5月にファームトゥーフォーク戦略を打ち出すなど、各国が食料システムの環境負荷低減に向けて戦略を打ち出しているところでございます。このような情勢に的確に対応して、欧米とは気候風土や生産構造が異なる我が国農業の特徴を踏まえて、アジアモンスーン地域の立場から国際的な議論に積極的に参画していくべく、速やかに検討を行い、昨年の5月、
2021年の5月でございますけれども、緑の食料システム戦略を策定したところでございます。梅谷守君。この国際ルール作りに、日本が自ら参加して主導することにはとても意義深いと私は思っています。その意味でアジアモンスーン地帯 SDGs 気候変動というキーワードをもとに、これから国際基準作りに日本からどんどん積極的に参画していきたいという方針だと受け止めますが、具体有機農業など国際ルールに日本の立場を反映させるために、具体的にどのような取り組みをしていくのか、今ほどのいただいたご答弁以上に具体的なお話があればいただきたいですし、もしなければここでやめますが、いかがでしょうか。金子農林水産大臣。緑の食料システム戦略策定を踏まえ、昨年の9月開催されました国連食料システムサミットや11月の気候変動枠組み条約第26回締結国会議におきまして本戦略を紹介いたしました。また今年の夏に開催される予定の生物多様性条約第15回締結国会議におきまして、今後10年間の新たな世界目標であるポスト2020生物多様性枠組みが採択される予定など、農林水産分野に関係の深い環境関係の重要な国際会議が開催されます。このため国内においてはこの法律案に基づいて関係者の理解を含めるとともに、対外的にはあらゆる機会を捉えて本戦略を発信するなど、各国各地域の気候風土を踏まえた国際ルールとなるように働きかけてまいりたいと思います。梅谷守君。ありがとうございます。この諸外国の世界の動向の中で、日本がやはりこう大きな舵を切らなきゃならないというご判断にされたというふうに受け止めました。ただ何度も申し上げますが、その一方で、車の運転に例えると、やっぱり大きくね、こうハンドルを切ると乗っていた関係者の方々が大きく揺さぶられて気持ち悪くなっちゃったり怪我をされたりすることが夢めないように、しっかりとご対応を、きめ細かなご対応をしていただきたいですし、これも繰り返しですが、ぜひその現場に基づいてさらなる支援が必要だとなれば、そこをしっかり省としてご検討、他省とも連携しながらぜひご検討いただきたいと思います。次に、この緑戦略は食料農林水産業の生産力向上と持続性、生産力向上と持続性をこれを両輪としてイノベーションしていくと、これを実現するという理念です。でこの緑法案でだから鍵を握るのは、イノベーションを実現するための研究開発だと私は思います。そしてそのための人材確保であり人材育成だと思っています。でこの点、国立研究開発法人農業職員産業技術総合研究機構、長いんで今後農研機構と申し上げますが、の連携をこれ強調方針としてもされています。でこの農研機構の役割が非常に重要になるんですが、ただこれ事務方とあらかじめ伺ったら、やはりこの令和3年度から令和7年度までのこの予算の大枠がほぼ決まっていると。もちろん必要であればその都度申請をして予算を手当としていくというところですが、それを申請すればその農水省の中からどこか削られてそこに当てられるという話だというふうに私は伺わせていただきました。そしてこの令和3年度から7年度までの間の予算を固めたときには、まだ緑戦略の方針が盛り込まれてないし、またこの法案についても盛り込まれていない。だから私ここで、ちょっと提案みたいな話なんですが、やっぱりこの法案戦略も打ち立てられ、それによる支援策を盛り込んだこの法案が出てきている以上、その農研機構の予算を総額を増やして、でその分財務省さんとこうやり取りして、農水省の予算をもっと増やすようにするべきだと思いますが、ご見解いかがでしょうか。金子農林水産大臣。農研機構の業務につきまして、5年に1度、中長期目標および中長期計画を定めておりましてですね、直近では令和3年3月に中長期計画を作成したところであります。この中長期計画を実施するための予算は毎年度農林水産省から要求をしているところであります。また中長期では検討途中であったり、
緑の食料システム戦略にも言及しているところであり、本戦略の策定後は、農研機構においてもこれに対応するための有機農業プロジェクトを立ち上げるなど、研究体制を整備しているところであります。農林水産省としても緑の食料システム戦略の実現に向け、イノベーションの創出に重要な役割を持って農研機構の予算の確保に努めてまいります。梅谷守君。岸田総理のホームページにあるメッセージをざくっと言いますと、政府は新しい資本主義の実現を目指し、その鍵は人、人への分配を強化していく、3年間で4000億円の施策パッケージを提供する、そしてこれまでの発想の枠にとらわれず積極的なご提案をお寄せくださいって呼びかけてるんですね。そして、今回のこの農研機構の予算、私も全部見させていただきました。8割が人件費だから、やっぱりこの人への投資にかなうし、世界やはりこの我が国の今の最大の課題の一つである本当に人への投資であり科学技術に対する予算重視、これにもかなうと思いますので、ぜひいろんな理論武装、本当に私なんかが言うとちょっと生意気に聞こえちゃうかもしれないですけど、理論武装されて財務省にぶつかっていただいて、総額の予算拡大に頑張っていただき、もって農研機構の予算拡充につなげていただきますようお願い申し上げます。次に農産物の輸出についてお尋ねをします。この緑法案を読みますと、農産物の輸出入に関する記述がないんですね。で、一方で令和2年3月の食料農業農村基本計画では、有機農業のさらなる推進の項目で諸外国との有機同等性の取得や海外への普及とか、また我が国の有機食品の輸出を促進すると基本計画にはあります。そこでお尋ねしますが、この緑の法案では輸出をどのように想定しているのでしょうか。青山技術総括審議官。お答えいたします。農林漁業が環境に与える影響が注目される中で、有機食品の市場はこの10年間で世界的に倍増しておりまして、米国で5兆円、ドイツ、フランス、中国で1兆円を超える規模の市場となっております。このため本法律案におきましては、輸出促進を図り競争力の強化を図る上でも、環境負荷の低減の取り組みを後押ししていくことが重要と考えておりまして、地方自治体の定める基本計画においても流通および消費の促進に関する事項を定めることとしており、この中で地域の実情に応じて輸出促進を位置づけ計画的に取り組めるようにしております。今後輸出に意欲的な地域においては輸出促進の取り組みをしっかりと進められるよう、農林水産省としても本法律案に基づく税制金融等により生産現場の取り組みを促進してまいります。さらに有機農産物等の輸出拡大に向けましては、令和3年度補正予算を活用し、農業者等による有機ジャス認証の取得、輸出向け商談、商品開発等の取り組みなどを支援してまいりたいと考えております。梅谷守君。この有機農産物の輸出については現場の取り組みを第一義とするというお話というふうに受け止めさせていただきました。この有機農産物についてのこの輸出の目標ってあるのかなというふうに私、確認させていただきましたら、今有機農業推進法に基づいて2020年の新たな有機農業の推進に関する基本的な方針が現在も生きていると。でこれ以外の目標は設定されておらず、目安として有機食品の輸出については2030年度までに210億というふうな扱いになってますが、これどうなんですかね。今政府としては農林水産物食品の輸出拡大実行戦略によって2030年輸出5兆円目標の実現に向けて取り組みを精一杯やられているわけですから、まあ、これ指摘にしておきます。通告してなかったもんで指摘にしておきますが、これもやはり目標設定を大いに検討すべきかなというふうに私は考えておりますので、ご検討いただければと思います。あと5分になりましたので急ぎます。次、輸出促進に向ける課題の一つが、やはりこれはもう各国地域の輸入規制であります。原発事故に基づ伴って各諸外国の地域において輸入規制が講じられました。その上で政府が一体となった働きかけの結果、こうやってどんどん規制の撤廃で緩和が進められていることは本当にありがたい
ことだと思います。現在は規制をかけた54の国、地域のうち40の国、地域で撤廃、14の国、地域で継続となっています。で、この中で輸入規制を継続阻止する中で、継続の中で、一部の都県等を対象に輸入停止をしているのが、香港、台湾、韓国、マカオ、そして中国。この新潟県としては、対岸に位置するこの中国との取引を切望している部分もございます。で、これらの国による輸入規制の撤廃を強く求めているところでもあるんです。そこでお尋ねしますが、原発事故による各国地域の輸入規制について、特に米以外の新潟県産食品の輸入を停止している中国の規制撤廃に向けてどのように取り組むのか、お尋ねします。渡辺輸出国際局長。お答え申し上げます。委員ご指摘の輸入規制でございますけれども、ご指摘のとおり、導入した55の国地域のうち、現在までに41の国地域が規制を撤廃しましたが、依然として中国を含めまして、14の国地域が規制を維持しております。で、規制対象となっております日本産食品の安全性は科学的に証明されているということでございまして、日本産食品に対する輸入規制につきましては、科学的な知見に基づき早期に撤廃すべきというのが我が国の立場でございます。農林水産省といたしましては、政府一体の取り組みの中であらゆる機会を捉えまして、早期の規制撤廃に向けてより一層働きかけをしてまいりたいと考えております。委員長、梅谷守君。ありがとうございます。中国への新潟県産米の輸出についてもお尋ねしたいんですが、農水省の皆さんのご努力もあって、2018年11月28日に禁止解除となりました。そして県から船が出たのが、この年の2019年の1月4日から初出荷、再開で、それ以降、新潟県は食品バイヤーの招聘や、現地での販促プロモーションなどに取り組んで、さらなる輸出拡大を図っており、2010年度が1トンだったのが、2019年度には73トン、2020年度135トンと、じわじわと挙げられておりますが、一方で、中国が独自に課す貿易条件の厳しさなどによって、それが課題と聞いています。その貿易条件の一つである、中国の求める燻蒸処理施設に体制については、中国指定の精米工場と合わせて、輸出のための環境整備の一環としてとても重要で、新潟からの米輸出の拡大に有効と考えられます。中国向け精米の輸出拡大に向けて、精米施設の早期の追加を進めるべきと考えますが、見解をお尋ねします。金子農林水産大臣。中国向けに精米を輸出するためには、中国側に認められた精米工場、燻蒸倉庫での精米燻蒸処理が必要であります。施設の追加指定は、登録には検閲対象外虫が発生していないことについて、日本側による確認調査に加えまして、中国側による現地確認が必要となります。中国向け精米輸出拡大のため、現在認められている施設の輸出余力の十分な活用を図りつつ、さらなる施設の追加に向けて、中国側と協議を行っているところであります。引き続き早期の追加に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。はい、梅谷守君。ありがとうございます。時間もないで最後に一問伺わせてください。消費者庁の副大臣もお越しいただいていますので、ぜひお願いさせていただきます。ゲノム編集について一問。このゲノム編集、法的根拠のない専門家の判断で届け出制限であるために表示義務がないということが消費者の不安につながっていると私は考えています。そこで最後に一問お尋ねします。表示義務なしに流通している現状をどう考えていると伺うかとともに、表示義務をやはりここは設けるべきだと考えますが、ご見解を、ご所見をお伺いします。赤池内閣副大臣。梅谷委員にお答えをいたします。ゲノム編集技術応用食品の表示の義務化につきましては、委員もご承知のとおりですね、自然界に起きえない人工的なものは遺伝子組み換え商品と同等の扱いでしっかり表示するということになっておりますが、従来今流通している、例えばギャバのトマトとかマダイの可食分が多いやつとか、そういったトラフクのですね、高成長のやつというのは自然界に起こりうる、ゲノムと変わらない、分からない、こういう状況になっているということで、科学的な検証判別ができない、
それから表示を義務付けている国等がないため、輸入食品等の書類における情報伝達等の社会的な検証を行うことは困難であるということの課題があるため、現時点では違反した事業者に罰則が伴う表示の義務付けを行うというのは難しいと承知をしております。一方、消費者庁といたしましては、ゲノム編集技術応用食品であるかどうかを知りたいという委員ご指摘の消費者の要望があることから、ゲノム編集技術応用食品が厚生労働省に届け出された場合には、事業者に対して積極的な情報提供を務めるよう働きかけをしているところでございます。消費者庁におきましては、在京大使館等を通じて欧州委員会やアメリカ等の当局に照会を行うなど、諸外国におけるゲノム編集技術応用食品の表示制度に関する情報収集を積極的に行っているところであり、引き続き諸外国の表示制度にかかる情報収集を続けるとともに、流通実態を把握をして表示のあり方については検討してまいりたいと存じます。梅谷守君。ありがとうございました。時間オーバーして失礼しました。ありがとうございました。次に池畑